あのね、聞いてください皆さん。はい。あのね、カメラマン花尾です。あと10日で、あのめちゃくちゃ嬉しいことがあったんですよ。嬉しいことがありましたね。とてもとても、はい。嬉しいことがあったんです。めちゃめちゃ光栄な出来事が。現在8月の中旬ぐらいで、うん、なんと東大王への出演が決まりました。おめでとうございまーす。いやしかしですね。すごい。あの喜びもつかの間、一瞬来た時に、ね、喜びもつかの間ですか。夢が叶ったんじゃないかと思ったわけですよ、一瞬。視聴者の人に言いたいんですけど、うん、出れることは嬉しいけど、要はクイズに自信がないわけですよ、全く。はい。東大王って見たことあるか分かんないけど。いや、めちゃくちゃ問題むずいよね、普通に。普通に難しいし、うん、で、しかも、ガチガチにみんな解いてくるんよ。なんていう、うん、バラエティ要素はそんなない。逆にクイズという形でのバラエティしかない。いやー、センター王やったらよかったかな。いや、それセンター数学王やったら俺多分さすがに。いや、絶対勝ててるよね。いや、さすがに負けへんと思うけど。さすがに負けへんよ。話来たのが昨日、うん、もう昨日で収録がもう10日後ぐらいなんですよ。やばいね。僕は10日しかないん で、 で準備期間10日。とりあえずね、伊沢君に LINE しました。もう焦ってじゃあ LINE したら一緒に特訓しましょうっていう風に言ってくれたんで。おー、すごい。今回はですね、クイズ全くやってない電眼が10日でどこまで東大王で活躍できるのか。イエーイ。いや、すごいな。でも大人のテスト勉強やな。いや、そうそうそう、ほんまにテスト勉強。10日間っていうのもまた中間交差っぽいもんな。で、俺って緑って感じ中学生で書けるようになったぐらい小学校の時に書けなかったから。だから、あの時に勉強してないから、うん、漢字一番弱いよね、多分。漢字弱いよね、でも。弱い弱い。いや、漢字で活躍したら、俺の努力認めてほしい、さすがに。確かに。皆さん、この挑戦をぜひ見守っていただけたらいいかなと。そうですね。万が一に、はい、絶対ないと思いますけども、はい、東大王で、一問も答えることができず、無様な真似をしてみたらどうなるか。はい。もしそのようなことが起きた場合は土下座して詫びてください。簡単ですよね。いいだろう、やってやるよ。はい、ということで東京に来たんですけども、東大王に出る、ちょっと今がちょうどね、ちょうど1週間前なんですよ今。東大王って難問オセロみたいな感じで漢字が結構出るんですよね。で、その漢字を教えてくれるクイズノックの漢字界の神が今日いるということで、ちょっとお邪魔したいと思います。失礼します。これがクイズノックの漢字の貴公子。初めてテレビとかで山本くんを見たら漢字得意って書いたの。まあ確かにクイズノックの漢字王なるね。漢字王思ってますね。はい。ということで、要は漢字とかの、うん、何覚えていいかも分かんない状況だから、ちょっとそれ教えてもらいに来ました。いいでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、おい、ジャンルの傾向じゃないけども、はい、そういうところから勉強する分野を絞ってやろうかなと思う。間違いない。まあね、入試と同じですよ。入試と同じだ。出やすいところをやっぱね、はいはい、徹底的にやると。徹底的にやると、はい。まあ、最近のやつ、最近のやつ、はい、ジャンルを調べてる。すごい調べてる。はい。まあ、最新がここで野菜、果物って感じで、まあ、魚、植物とか夏にまつわるとかがめちゃめちゃ出てて、まあ、こんな感じですね。最近出た野菜、果物、魚、植物あたりは出にくいだろうなみたいなことを考えて。ああ、なるほど、そういうことを考えると。そう、なるべく、まあ、重点的にやるならば、どっちかというと動物とかそういう系。あ、だから生き物、道具とか、このあたり。この辺を。このあたり、なるほど、生き物、道具あたり。はい。いっぱい勉強すべきポイントとしては、秋にまつわる漢字って結構出やすいのかなと思って。だから秋にまつわる、だから、なるほど、どんぐりとか、例えばそういうこと。そういうこと、そういうこと、そういうこと、なるほど、そういうこと。ちなみに去年の9月25日に放送のやつに秋にまつわる漢字が出てて、なるほど、まあ、収録日的にも近いんじゃないかなっていう。なるほど、なるほど。僕が多分ね、出る時のやつ確かね、9月16なんです。おー、じゃちょうど多分まあ1週間ずれるかもしれないし、けどまあ結構3分の1ぐらいの確率ではある、はい、勉強しといた方がいい。なるほど、なるほど、なるほど、っていう感じですね。一旦ね、漢字力を。そうっすね、調べよう。そうっすね、いや、それでちょっとどんなもんなのか。1週間でどんだけ知って。いや、でも正直ほぼ分かんないっすよ。まあ、でも3つあります。全部読めたらまあすごいかもしれない。はいはいはい。はい、じゃあ、はい、これ読めますか。サンマ、正解。一番上サンマ。2個目はイワシに雲で何ですかっていう話。そうですね。こういうの出るんですよ。イワシに雲で何ですか。ちょっと知ってんの一番上だけ。ああ。一番上は知ってる。
一番上、サンマ正解です。一番上、サンマは知ってる。二個目正解は、これイワシグモ。あ、イワシグモって正解なんだ、はい、なんですよ。意外とこういうの出るっていう。なるほどなるほど。あ、それでよかったんかい。それでよかったんかってなる。出るんで、こういうパターンもあるっていうのは結構ね、傾向として。これはなんかパッと見た感じ、当て字っぽい。あ、そうですね。これは当て字っぽい感じで、はい、これ何ですかこれ。これは正解はですね、オニヤンマ。あ、オニヤンマ、はい、虫ですか。虫ですね。なるほどなるほど。はいはいはい。鬼って書けよこれ決めたやつすごいなって言われた。なるほど。まあポイントと、これから言えるポイントとしては、そのまんま読んでも正解になるものが結構ある。じゃあワンチャン読みに行った方がいいってこと。読みに行った方がいい。で、もう一個は知ってる漢字があっても違う漢字のパターンがあるってことを頭に入れる。例えばサンマってこう書くけど、青に串に魚って書いてもサンマって読む。ああ。知ってるやつと違うな、じゃあ違うんだろうは、ない。あ、ない。だから、またサンマ来る可能性ある。可能性は全然ある。っていうところですね。はい。いや、アホウドリ。絶対読めんわ、これ。アホウドリ。イタチ。絶対細かい読めねえ、これ。アザラシは読めない。アシカギリ読めない。自分でもう、そういう単語帳みたいなの作る感じ、作る感じになっていくよ、タッポリ。そうですね。そうやん、タッポリ。勉強の仕方って。ということで、夜になりました。なんと、もう我々のチャンネルのレギュラー我々のチャンネルのレギュラー、よみよみさんも来てもらって撮影してると聞いて、撮影してということで、我々と一緒に漢字これ、極めていきましょうということで。マジどこでもおるな、ピクミンやん。ピクミンタクミンだ。タクミンか。タクミンこれね、これはでも、秋っぽさ感じたよ。まあ、それこれはね、秋のやつです。秋っぽさ感じた。一番甘い。砂糖スピードは、え、甘ーい。いやね、それお前いらんねん、そんなの。ハンバーグ。いや、違う、今の話、ちょっと時がここからここで天才正解はサトウキビでした。あ、サトウキビ。サトウキビね、これ結構有名じゃない。俺食べたことあるよ、これ。食べたことある。マジマジ意外って、これ、これ、はい、これ、これ、シャンプー違う、リンス違う、バスロマン違う。何が起きたの。逆に欲しいってなんだよ。いや、でもな、分かる、ジャンル近づいたなと思って。カタカナではいいんじゃん。カタカナっていうところじゃないかな。カタカナじゃない。冬あったまる系の。変わった、ゆたんぽ正解。全然遠いやん、バスロマン。バスロマンでそのお二人のリアクションかぶったの奇跡お、ゆたん、はい、勉強進んでるか。この夏は一度しか来ないから、はい、一回だけの夏だから花火大会に行くのもいいけどさ、こうやって受験という思い出で、夏の思い出を受験で彩るっていうことをやってればさ、冬にはでっかい花火が上がるんだよ。はい、冬来る前に僕収録があります。確かにな。ちょっとな、試験が早いかもしれないけど、残暑すら迎えてない可能性あります。そういうもんなんだよ、受験っていうのは。あ、そういうもんなんですか。いいか、はい、いいか、はい、本番で笑うために今泣こう。あ、わかりました。はい、すいません。くるみっぽい、くる、ここう、こう、これはうり、氷とは、氷、この方が使って、きゅうり、いい、そういうことだ。いいか、そういうことなんですね。ここは同じことが多いよ。ここはまあ一緒になってるな、はいはい、この辺りをちょっと入れる。なるほど。あー、なるほど。松の魚なんて言う。小、魚。違う、わかんない。いや、いいか、すぐわかんないって言われる。ごめんなさい。難読漢字は諦めたらそれで試合終了ですよ。あ、安西先生入る。バスケがしたいです。なるほど。まず諦めずに読んでみなさい。寿司屋では何と。タイ違う。マグロ違う。ヒラメ違う。松っぽいじゃん。うん、あ、そう、いいフレーズが出た。そうよ、そう、いい、はい、松っぽいじゃんって言った今。松っぽいじゃんって言った。松っぽいじゃんって言った。言いました。それよ。あ、それ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 、松っぽいもの。松っぽい魚考える、はい、松っぽいとか、秋ってことかな。釣り、ワカサギ。あ、それはこう。それはこう。
カツオや。あ、カツオか。カツオね、これカツオ節が松に似てるからカツオなんだ。あー、なるほど。いいか、はい、このパターンは要するに漢字の成り立ちから推測してだな、はいはい、このイメージ感を膨らませる、ね、妄想を膨らませると正解がいい。なるほど、だからあの作った人も多分これをカツオって当てた人も多分妄想膨らましてるっていう。そうそう、いいかい、はい、妄想が想像を生み、想像が発見を生み、発見が発明を生む。ああ、むちゃくちゃいいこと言ってる。はい、いいか、はい、簡単な感じで。大きい口の魚。大きい口の魚いっぱいおるやろ。いいか、はい、大きい口の魚って言われたら分かるはずがないんだ。はいはい、タラ。キャーン、魚辺に雪と同じなんすか。いくらだろう。え、チャーンはいくら。あ、チャーンはいくらだろう、ごめんなさい。はい、これはもう分かるはずがない。これえ、結局どっちですか、これいくらですか。あ、タラ。もうこれはこれがタラだって覚える、覚えた方がいいですか。それしかない。なるほど、そのパターンもあると。それしかない。なあ、それしかない。はい。大事なことは、はい、当て字、シーンをベースにした当て字で読み方。はい。二つ目は妄想を広げてその感じから推測するパーツ。そして無理なやつ。この三つが。あ、その三つがあると。はいはいはい。Don't be afraid of yourself。ああ。あの恐れるなってことね。そう。君自身に。そう。はい。ネバーギブアップ。ネバーギブアップです。じゃあ、ありがとうございました。はい。これは分かるんじゃん。これ分かった。はい。どうぞ。ダンゴムシ。文字数が多いね。これ、クツワムシ。正解。よし。はい。これは、何回やっても覚えられへんね。サネマスじゃなくて、あの、近い。覚えられんやつや。合ってるか分からへん。ヒヨドリ。あー違う。あー違う。二文字。これはヒマ。ヒマね。ヒマ。やったやったやった。ヒマ。はい。これは分かった。クヌギ。正解。やってたぞ俺も。収録まであと3日ということで、結構ね、追い込まれてる状況なんですけど、秋の漢字っていうのが山本くんによると狙われやすいんじゃないかっていうことで、アプリを使ってですね、こうやって一覧作ったんですよ。こうやってこうやって一覧作って、これ見てください。これ例えばこれだったらシシャモとかね、この上から3つ目、今シシャモとか、例えばちょっとテストやってみます。今の実力、今ね結構頑張って覚えたんですよ。いきますね。クツワムシ、よし、完璧。イナゴ、これね、飛ぶって漢字がついたらバッタになるんですよ。これはね、自然薯と思いきや、これつくね芋です、これ。はい、こちらがね、クヌギ、これがね、ホオズキで、で、ザクロ、これがね、落ち葉はカラやからカラマツ、そうです、カラマツ。台風、はい、これサトウキビ。これ何やったっけ、これ何やったっけ、ごめんなさい、わかりません。ムカゴ、ムカゴとはこんな現象によくなります。答え知ってもその単語何みたいなね。赤トンボ、コオロギ、これね、ホオズキ、さっきの三星の三のやつと一緒です。はい、コスモス、よしよしよし。ムカゴ以外答えられました、20問中ね。こういう感じで今勉強してるんですよ。で、これで勉強した結果、今ここぐらいの実力まで来ましたね。もう今日が大阪にいる最後の日ということで、もう明日、まあ明日収録なんですよ。で、いろいろやったんですよ。こういうね、熟字くんっていう、当て字、当て字系は結構やったんですけど、なんか最後にやることないのかってことで、ちょっと伊沢に電話してみます。おはようございます。うい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうしました？いや、明日なんですよ、ついに。はい、そうですね。ついに明日ですね。いや、あの、当て字は結構、うん、結構やったんよ。おぉ、強い。
当て字は300から400ぐらい覚えた。すげえ、マジでやったんすね。いいっすよ。特に秋に関するやつと生き物、はい、はい、食べ物、植物、道具はやった、はい、おー、いいっすね、うん、それはね、本当にあの定番なんで、やっぱそれ出てもおかしくないっすね。なんかちょっとやり残してくることあるかもしれないんで、ちょっとそれ、はい、これ、今のクイズのトレンドみたいなんてある？最近の東大王でいくと、小学校で習う漢字の難読、あの、小1で習う漢字に、なんか、送り仮名ついてるみたいなやつ。そうです、そうです。それがまあ、トレンド化するか否かみたいな。植物とかのやつも簡単な字だけでこう推薦されて、何度これだけ結構出してきてて。なるほどなるほどなるほど。あ、じゃあアケビみたいな、うん、あ、そうですそうですそうです。アケビみたいなやつ、ね、木に通るみたいな、木に通るみたいなやつ、ね、よく知ってますね、はい、いや、覚えました。とりあえず、じゃあ明日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでですね、前日伊沢拓司との電話によると、ちょっと僕がまだやっていない分野、例えばあらかじめとかそういうことなのかな、それをちょっと調べて単語帳に入れて、明日の新幹線の中とかで しっかり覚えたいと思います。結構えげつねえなこれ。次がね、道具いきましょう。道具いきます。道具がね、実はね126個あるんですよ。道具、これ毛抜き、これはね、のみです。のみ、これはね、ヤスリ、片びら、これは分かんない、ポンプに漢字あるってやばくない？タンス、こたつ、くしか。答え 78%、 79%、 約8割ですね。道具が、結果としてましては、秋の漢字が 90% 超えで、鳥の名前が 100%、 生き物全体で 80% ぐらいで、道具も79%ということで、ちょっと何日か前に須貝と呼び乗りとやった時に比べると、めちゃくちゃ勉強した成果が出てきてるなと思います。目標はおばあちゃんを喜ばせる。あんたが3問か4問正解してね、水上くんとか鶴崎くんに買ってくれたらいいのにねって言われたんで、はい、頑張っていきます。ということで、こちら東大王の楽屋でございます。いやー、ついに来ましたかということで、気合を入れるためにですね、まずですね、こちらの服10万以上しました。要はこれ新しい服着る意味は、俺スターやぞってちょっとでも思って、ちょっと気を紛らわせる、その緊張絶対するから。なるほど。それをでも紛らわせるっていうのが目的で、でも一個だけ予想していいですか？はい。一個だけ予想すると、右に蹴るで助けるは出ると思うよマジで。ずっと言ってます。右に蹴るで助ける、北にゲルで逃げるって絶対出ると思うよ。出ると思うんで、今残り勉強したと思います。天川さん、あと20分で本番でございます。めちゃくちゃ緊張した。台本見て、うん、緊張してますな。いや、いやでも、はい、あの麻雀やってる子、はい、とちょっと仲良くなって、あ、はい、松島さん仲良くなって、はい、それでだいぶ緊張ほぐれた。はい、確かに確かに。なんか共演者に一人でもなんか、まあ、伊沢おらへんわけ。はい、そうですね。なんか僕上でニヤニヤしてるから。いやでもほんまにこれ、いやでも、はい、ちょっとでも結構やったんや、うん、いや相当やってましたね。結構やったんや。僕見ましたけど、相当結構やったんや。はい、覚えたのに出てこなくなるまで考えちゃってる。あー、なるほど。なんかその、魔物住んでるから、どうせそう、魔物も住んでます。それも考えて、うん、1.5 倍ぐらい勉強してきた。おー、素晴らしい。いや、素晴らしい心なんですよ。 0.7 倍ぐらいしか多分本番実力出ないから。いや、そう、入試に対して素晴らしい考え方する。いや、もうだからこれで出なかったらもう多分しゃあないと思ってる。しゃあないっす。まあでもやっぱりこのね、動画が出ることもね、意味があるし、まあやっぱ電話さんは人に勇気を与える人だから。いや、そう、そういう生き方しているんで。そうそう、100キロ走って苦手なこといっぱい挑戦してきたじゃないですか。めちゃくちゃテレビ的なコメントする。めちゃめちゃいいコメント。いや、この夏ね、ほんと苦手なことに電話さんずっと挑戦してきた、はい、本気で勝ちたい、今日は。そうだ、結構勉強したから、ほんまに。そうですよ、うん、やっぱやったことは裏切らん。それはあの実力的に裏切るかもしれないけど、気持ちは裏切らん。よし、じゃあ打ち合わせいきますか。おっしゃ、よし、お願いしましょう。よし、行くぞ。
では頑張ってきてください。では皆さん9月16日放送で俺の勇姿をバーン。